今回は、四股踏んじゃった。監督は、須尾正之。1992年の作品です。共立大学4年の山本周平は、卒業に必要な単位と引き換えに、穴山教授の指示で、部員不足のため、廃部寸前だった相撲部へ入部。全くやる気がないまま、大会参加のため、部員集めを始めますが、果たして、というお話です。出演は、元木正宏、江本明、竹中直人、清水美沙、田口博正ほか、意外に少ない、相撲をテーマにした映画、もっくんのセクシーな、お尻を鑑賞できる、青春ドラマです。